上レベルの技術と世界最先端のトレンドを学ぶ新しい形。ニットは使う糸や編み方によってその生地の表情が全く違くなるので、そこが面白いです。ニットが有名だと聞いて工場見学をしたり、すごい感動を受けて楽しそうだニットの業界に入ると思いました。担任の先生に新潟には有名なニットの産地があると聞いて興味を持ったからです。新潟県は、全国でも有数のニットの産地になっております。自由な自分の作りたいものを作っていく、周りの環境が整っていますので、ぜひそれを力に自分の作りたいものを作っていってもらいたいなと思います。細部にまで行き届いた日本人特有のものづくりの丁寧さ、それと差別化のために導入した最新の設備、非常に高度なものづくりをしているということが言えると思います。五線はそういう意味でとてもニットのスキルや技術やノウハウや設備がたくさんあります。全国からニットを志す人たちに五線に集まっていただければなと考えております。国際トータルファッション専門学校は五線ニット工業協同組合と教育連携し、さらに新潟県五線市のバックアップ体制を加えた産学官連携のアパレルニット科を新設しました。またイタリアから講師を招聘して最新トレンドも学び、業界で求められる人材への成長を実現することができます。1年次は専門学校で企画、デザイン、制作を学び、2年次から五線市のニット企業で研修し、高い技術を学びます。五線ニット企業または県内県外の企業に就職が可能です。ファッション業界で活躍するレッツエンジョイファッション。